皆さん、こんにちは。皇后雅子様が約3年ぶりとなる皇居外の単独公務、全国赤十字大会に出席されました。今回は、雅子様の単独公務の立派なお姿を見ていきましょう。ぜひ、最後までご覧ください。皇后雅子様は、5月19日、東京都渋谷区の明治神宮会館で、名誉総裁を務める日本赤十字社の全国赤十字大会に出席されました。皇后さまは上皇后美智子さまの後を受け、名誉総裁に就任してからは2回目の出席となります。また雅子さまが単独でかつ皇居外での公務となるのは、実に2019年8月第47回フローレンス・ナイチンゲール記章授与式に出席して以来のことです。全国の会員や赤十字ボランティアの代表らが集う年に一度の同大会、最近では新型感染症拡大の影響で2020年と2021年では中止となり、3年ぶりの開催となりました。現在も感染症は収まったわけではないので、今年は例年よりも規模を縮小し約600人の参加でした。皇后さまは日赤への継続的な支援、そしてボランティア活動が評価された10人と3団体の代表に友好賞を授与、新型感染症の対応で多くの患者を受け入れるなどした武蔵野赤十字病院長の報告などに耳を傾けました。また大会後、雅子さまは同病院長に非常にご苦労が多かったと思いますなどと声をかけられたそう。天皇皇后両陛下は2020年11月日本赤十字社医療センターと北海道、福島県、沖縄県の赤十字病院をオンラインで視察されたことがあります。そこでも現場の医師や看護師らをねぎらうなどしていました。さて、今回雅子さまは2年9ヶ月ぶりの単独公務となりました。雅子さまは登壇した学生に、娘の愛子と同じ学年ですね、新鮮さを大切に頑張ってくださいと声をかけられましたのが印象的でした。雅子皇后陛下のお姿を拝見できて大変嬉しく思います。ご体調は大丈夫でしょうか。お久しぶりのご公務でお疲れなどでなければ良いのですが、ご無理をなさらずごゆっくりお疲れをとっていただき、お体にご自愛ください。このお召し物は確か立候補前に美智子様から引き継がれた時にもお召しだったと思います。上品で気品高いお召し物で大変お似合いです。お美しさはもとより、雅子皇后陛下の聡明で落ち着いたお人柄が伝わってくるようなお召し物ですね。新型感染症が一日も早く収束し普段通りの生活になったら、雅子皇后陛下と敏宮愛子内親王殿下のお二人でのご公務が拝見できるのを楽しみにしています。全国赤十字の大会では雅子皇后と妃殿下方が臨席されたことに関係者は喜んでいるそうです。現時点でも世界の戦争が後を絶ちません。新型感染症で苦しんでいる人も多くいます。この大会を通して世界が平和になることを祈ります。また雅子皇后陛下の映像を拝見すると心が温かくなりほっとします。感染症が収束しご臨席の機会が増えるのを心待ちにしています。海外からの国賓とお会いになったり、天皇皇后両陛下が海外訪問される日が楽しみです。今回は国民の前での久しぶりのご公務、それは嬉しい気持ちでいっぱいです。これからも無理をせず雅子皇后なりのご公務でお目にかかること楽しみにしています。お待ちしていましたと、つい歓喜の声を上げてしまいました。雅子さまはマスクの下で満面の笑みを浮かべていらっしゃるご様子も伺えますね。雅子皇后陛下、本当に本当に嬉しいです。これからは無理なく少しずつでも可能な限り私たちの前にお出ましをお願いいたします。天皇陛下ご一家のお元気なお姿を拝見できることだけが我々の心の救いなのです。雅子さまはなんだか暖かな日の光のようですね。お姿を拝見できてとても嬉しいです。お元気そうでよかったです。相変わらずの眼差しとマスク下の微笑みも素晴らしいです。スーツもとてもお似合いです。令和の皇后陛下雅子さま、さすがです。映像だけでもお会いできて嬉しいです。雅子皇后様のお姿見るだけで心がほっとするのはなぜなのでしょう。それなのに天皇家のご公務は記事を簡潔にして写真をなくすようにと宮内庁から指示でも来ているのでしょうか。
なんだか秋篠宮家の証もない。地方への訪問は大々的に写真付きで報道するのにとても違和感があります。やっぱり皇后陛下は貫禄と美しさにあふれていられます。立ち姿も素敵で、優しい眼差しは遠目でもたとえお写真でもよくわかります。愛子さまが公務にお出ましになられたら、両陛下と同じく立派に国民にお言葉を述べられるでしょう。皇后陛下のお元気なお姿を拝見して本当に良かったと思いました。皇后陛下雅子さまのお元気そうなお姿を拝見できて胸が熱くなりました。偽りのない深い優しさ、表情からキラキラと放たれる温かな光に包まれて幸せです。この理不尽で閉塞感いっぱいの日本の中で、天皇皇后両陛下のぶれることのない真摯なお姿は、弱気に流れそうになる私に力をくださいます。令和の御世が長く長く続きますように。皇后陛下の凛とした佇まいから感じ取れる教養と品格、そして内面からも溢れ出す美しさ、お姿を拝見するだけで温かい気持ちになります。天皇陛下ご一家のニュースをこれからも心待ちにしています。皇后様がお出ましになると優しい気持ちになります。これは皇后様から感じるものかと思います。飾らず作らず自然体な皇后様、人の痛みや悲しみを同じように感じてくださる存在です。大変な苦労を乗り越えた今だからこそ、神々しさに包まれていらっしゃいます。雅子様のお帽子がいつも素敵なので、国民は安堵しております。皇后様からお声をかけられた方はとても嬉しいでしょうね。本当にとても素敵です。マスクをしていても優しい目の表情で癒されます。何をされるにあたっても嫌味なくスマートで、お言葉に至っては温かく、心を引きつけられます。本当に日本の誇り、ありがたい存在と思います。お言葉の一つ一つにお人柄が出ていて心に染みます。天皇陛下皇后陛下も感染症拡大の中において試行錯誤されていらっしゃると思いますので、言葉の重みや共感も感じられます。皇后陛下は日本赤十字社名誉総裁にふさわしい方です。心優しさが伝わってくるのです。天皇皇后両陛下は日本の誇りですね。皇后様のご活躍、存在してくださるだけで頑張れます。そして金城陛下の折に触れて発信される大きな包容力、愛子様につながっている安心感、敬いたい当たり前の心を再認識しています。逆に昨今の公使家や宮内庁は真逆の振る舞い、なぜ忖度せねばならぬのか疑問でしかありません。メディアに載せるタイミングを天皇陛下と一緒にしてほしくないです。雅子様、愛子様の存在で皇室への思いがつなぎ止められています。秋篠宮家の存在は否定いたします。国民はもうこの考えで固まっております。秋篠宮家に湯水のごとく税金が流れることは到底許されませんね。紀子妃殿下はこのような雰囲気が醸せない、悪気はないですが、ただやはり品格がどこでこうなってしまったのか。マスクしているので目しか見えない中、雅子皇后様は笑顔がわかります。皇后陛下のことを心より応援しています。健康第一にまずはご自愛ください。元気そうなお姿を拝見できるだけで嬉しいです。最後までありがとうございました。高評価とコメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネルの登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。